主人公とユキは、五反田くんの出演している映画、片思いを小田原の映画館で見ます。ユキは気分が悪くなり、二人は映画館を出て、神津の海岸で休みます。五反田くんがキキを殺したことを直感で悟ったユキは、主人公にそのことを話します。作中の記述を見てみましょう。ゆっくりと車を運転し、神津の海岸まで行った。海岸に車を止め、砂浜まで連れて行くと、吐きたい、と彼女は言った。寄りかかって座ることのできる堤防のところまで連れて行った。堤防にもたれ、西湘バイパスを走る車のタイヤ音に耳をすまませ、海に降る雨を眺めていた。神津の海岸で、寄りかかることができる堤防がある場所は、非常に限られています。なぜなら、海岸のほとんどは、西湘バイパスの橋桁で覆われているからです。橋桁のあるエリアがこちらです。橋桁がない場所というのが、西湘パーキングエリア付近です。この場所には、砂浜があり、寄りかかって座ることのできる堤防もあります。西湘バイパスの近くなので、西湘バイパスを走る車の音も聞こえます。それでは、空撮画像で、西湘パーキングエリアを見てみましょう。Thank you.